赤狩りは政府が国内の共産党員及びその審派を公職を代表とする職などから追放すること。第二次世界大戦後の冷戦を背景に主にアメリカとその友好国である西側諸国で行われた。ローゼンバーグ事件に代表される共産主義者による深刻な諜報活動に加え、1946年からの東欧における また1949年の中国大陸における国境内戦の末の共産主義政権の成立、1948年から1949年にかけてのベルリン封鎖、及び1950年から1953年の朝鮮戦争におけるソビート連邦や中華人民共和国からの圧迫により高まった緊張に対して増大する懸念に合わせたものである。 この場合の赤は共産党及びその支持者を指す。日本語の名称である赤狩りに対応する英語の名称レッドスケアは共産主義の恐怖の意味であり増大していた共産主義者の活動に対する強い懸念を示している。連合国の占領下の日本においてマッカーサーの指令で行われた。それはレッドパージの項を参照。日本では赤狩りの他に日本語で レッドパージという場合もある。ジョセフ・マッカーシー・マッカーシズムは、第二次世界大戦後の冷戦初期、1948年頃より1950年代前半にかけて行われたアメリカにおける共産党員及び共産党審判と見られる人々の排除の動きを指す。1953年より、上院政府活動委員会常設調査、小委員会の委員長を務め、 会員の会員比米活動委員会と共に率先して赤狩りを進めた共和党右派のジョセフ・マッカーシー上院議員の名を取って名付けられた。マッカーシーに協力した代表的な政治家はリチャード・ニクソンとロナルド・レーガンである。マッカーシーらに共産主義者やソ連のスパイもしくはその同調者だと急断されたのはアメリカ政府関係者やアメリカ陸軍関係者だけで、 なく、ハリウッドの芸能関係者や映画監督、作家。さらには、アメリカの影響が強い同盟国である、カナダ人やイギリス人、日本人などの外国人にまで及び、赤狩りの影響は、西側諸国全体に行き渡ることになる。中でも影響が大きかったのが国務省において、東アジア外交を担当していた、チャイナハンズと呼ばれる外交官だった。当時中国について、 豊富な知見を有したものの、第二次世界大戦の対日戦において、中国共産党軍を支援するなど共産主義者との接触があったこれらの大半が、その過去の経歴と、その後中国国民党が中国共産党に敗北した責任を問われて、免職された。その結果、国務省の東アジア局から対中国専門家が一掃された。 その後の対中国の外交政策の穴を埋めたのは欧州専門の外交官たちで彼らの多くは日本や東南アジア諸国などの同盟国は愚か中華民国政府統治下の中国大陸にも一度も足を運んだことがなかったこのアジア専門家の空白が後にアメリカをしてアジア外交を誤らせ泥沼のベトナム戦争に アメリカを引きずり込んだ永遠となったと、バーバラ・ W ・タックマンや、デイビッド・ハルバースタムはその著書に書いているが、これには異論も多い。共産主義者の追放という大義名分を傘に来た、マッカーシー議員や、その右腕となった若手検察官のロイ・コーンなどによる、偽の共産主義者リストの提出に代表されるような、ざまな偽証や、事実の歪曲や、 容疑者に対する自白や協力者の告発、密告の強要までを取り入れた強引な手法が、マスコミや野党である民主党から大きな反感を買うことになる。また、チャールズ・チャップリンをはじめ優れたハリウッド関係者も多数追放となった。エドワード・アルマロー当初は、マッカーシーの強硬な姿勢が国民から大きな支持を受けたものの、マスコミをはじめ政府、 軍部内にマッカーシーに対する批判が広がる中、1954年3月9日には、ジャーナリストのエドワード・アルマローにより、自らがホストを務める CBS のドキュメンタリー、番組、シー・イット・ナウの特別番組内で、違法な手法で赤狩りを進めるマッカーシーに対する批判キャンペーンを行ったことを皮切りに、国民の間にも広く、マッカーシーに対する批判が広がる。 そのような中で、政府、軍部内にもマッカーシーに対する批判が広がり、同年の12月2日に、上院は65対22でマッカーシーに対して、上院に不名誉と不評判をもたらすよう行動した、として事実上の不信任を突きつけ、ここに、マッカーシズムイコールアメリカにおける赤狩りは、終焉を迎えることになる。マッカーシズムが吹き荒れた中で、 自らが標的となることに対する恐怖によってアメリカ国内におけるマスコミの報道や表現の自由に自主規制がかかったことや同じ理由から告発や密告が相次いだことなどから多くの人々に対して大きなダメージを与えた。また第二次世界大戦前後を通じてアメリカが掲げた自由主義で民主主義の国という言葉に対し国内外から 多くの疑問が提されたが、この事件は、最終的に、事情作用によって、終焉を迎えた。ロイコーン・レッド・パージは、第二次世界大戦後の1950年当時、アメリカ軍を中心とした、連合国軍占領下の日本において、マッカーサー GHQ 総司令官の指令により、共産党員と、新派が、公職や企業から次々に追放された動き、 一万を超える人々が職を失ったと言われる。なお、アメリカ本国での共産主義者追放を指す場合には、レッドパージとは言わない。ありがとうございます。